はい、じゃあ、くまです。今日はですね、じゃんと、はい、こんなやつ。これ、フレックスチルトマックスっていうものなんですけど、これね、もしかしたらインスタとか見てる人だったらわかるかもしれないんですけど、まあ、何よりね、まあ、とりあえず開封して、で、中身を見てからね、実際これが何なのか、解説していこうかなと思います。ということで、行ってみましょう。はい、ということで早速ね開けていこうと思うんですけど、後ろにね、まあ、流行りのねピリピリがあるんで、はい、ピリピリを剥がして中身を開けていきましょう。はい、フレックスチルトっていうねこういうやつが入っていて、はい、これが本体ですね。これ何かこれでね何かわかるって言ったらね相当すごい人だと思うんですけど、全く知らずにね、うん、これがあれでしょうみたいな感じで言ったらね相当すごいと思うんですけど、これとねあと調整用のロッククレンチが入ってます。はい、あとはね入ってないかな、うん、特になんもない、こっちもないし、乾燥剤が入ってるだけ、まあこれだけですね。説明書とかもなんもないんだ。説明書多分これのここにね QR コードがあるんでこれで見ろと、まあ説明も何もないんですけどね。はい、でこれがね何かっていうとですね、これが、まあ、蛇腹みたいに結構硬い、あ結構硬いぞこれ、だいぶ硬いんだけど相当硬いわ、ギュッとこんな感じでね相当硬いぞこれこのままだとそのまま開かないぐらい硬いですね。はい、まあこんな感じで開くんですよ。うん、でこれ何かというとですね、ここ三脚のねネジ穴が切ってあるんですよ。ここにねこんな感じで先っぽに、そうです、これねミニ三脚みたいになるやつなんですよね。まあ、ミニ三脚というか、まあ、ミニ三脚にもなるし、三脚のね上とかにくっつけて、三脚延長して点釣り、今ね点釣りしてますけど、点釣りのねものとかにもできるという感じなんですよ。相当硬いから、こうやって伸ばしてね、こっちにも三脚穴ついてるんで、これでこういう風につなげてね、点釣りカメラにしたりとか、そういうことができるというものなんですよね。でこれ変形させて、よいしょ相当こいつ硬いから、一応ねさっきついてた六角とかで調節した方がいいとは思うんですけど、もうこんな感じで、まあ、三脚型にして、でこの上にね一眼レフとか置いて、でミニ三脚として使うとか、そういう感じもできるという感じなんですよね。で今ね使っているミニ三脚、まあ普段ね Vlog 撮るのに使ってるのこれなんですよ。これねスリクの一脚用の足なんですよね。まあ三脚なんですけど一脚用の足にポールを、ここね伸び縮みするポールなんですけど、まあこのくらいのね伸び縮みするポールにここにビデオ雲台っていうのをつけて、でこれで使ってるんですよね普段は。うん、こんな感じで、でこれねより広く開いたりとかするんで安定感も増しますよという感じなんですよ。これ結構使いやすい。でおっと、で旅先に行った時とかはこのバッグとかにねこのちっちゃいミニ三脚を忍ばせてるんですよね、こういう風に。まあ、これはこれでねすごく便利なんですよ。まあすごい低いところから取れるっていうのはあるんですけど、ただ、まあ、これだとね低すぎる時とかもあって、ただこいつだと持ってくのがバッグに入りきんないから邪魔と
これ基本的に家用のやつなんですよね。家用で使ってるやつなんですけど、なんでもっとね旅行とかで少し上のアングルから撮りたいってなった時に、なんかいいのないかなと思った時に探してたら、このフレックスチルトマックスっていうのが売ってたんですね。なのでちょっと買ってみたっていう感じなんですよ、うん、でこれだったら、まあ、このくらいの高さ、これの高さよりもさらにね低くすることもできるし、おっと、いやマジで硬いんでね、これ調節しないとダメだ。これとねほぼ同じような高さにもこういう風にね、あのちょっと変形させればできるし、あのさっきもやったけど高いね、まあ、こんな感じにすればこんな感じにすればね、あの高いアングルからも撮れるという感じ。これだとねさっきの三脚よりはちょっとまあ低いけど、これよりも全然高くねできるかなっていうところなんで、まあ、こういうようなんでいろいろ使えるかなとは思ったんですよ。で買ってみたんですよね、うん、でまあ、あのこれ一眼レフが使えるよっていう風に書いてあったんですけど、ちょっとねあのこういうのの、そのこの関節の部分ね、関節の部分の弱さとかが、まあ、あったりとかすると、そうするとまあその今使ってるね一眼レフとかって結構重いので、結構ねレンズと本体って合わせると、まあ、1.5 キロぐらいかかるかなと思うんですよ。 1.5 はないかさすがに。まあでもそこそこで、ね、重さがあるんで、あのしっかりとしたねこういう関節してないとダメっていう、ダメなんですよね、うん、であのどうかなと思ってたんですけど、今ねやってた感じ、俺が結構思いっきりやってんのに動かないレベルで硬いんだから全然余裕そうですね。ここまあちょっとね使っているうちに少しこなれてきて柔らかくなっていくとは思うんですけど、よいしょ、うん、まあ、最初よりは少し軽くなりましたけど、はい、な感じでね、まあ旅行とかに、まあ、これはね、まあ、持っていくと思うんですけど、これ結構ね買ってみたら重かったんで、もうちょい軽いかなと思ったら結構もう何グラムぐらいあるんだろうな、ちょっとスケールを、はい、ちょっとねキッチンからスケール持ってきたんですけど、本当はね工作用のスケールがあるんですけど、どっか行っちゃったんですよね、あの片付けしててどっか消えちゃった、どこ置いたっけかな、まあいいや、とりあえずこれ測ってみますけど結構重いはず、まあ、473、まあ、大体 500g ぐらい、500って結構重いよね、うん、500のペットボトル1本分ってことですもんね、うん、だからこれを持ち運ぶっていうのは結構厳しいかもしれないけど、まあその旅行の用のでかいカバンとかに入れといて、出先とかでねなんか取るとかいうのはいいかもしれない。あとね一応っていうかね、あのちょっとやりたいのが、まあ、さっきも言ってた天釣りですよね。今やってる天釣りもそうなんですけど、これあのちょっとねあれで見たんですけど、これのねインスタみたいなので見たんですけど、これをこういう風にしてね、この字状にして、まあ、これがね机だとしたら、まあ、こういう風に挟む、でこういう風に釣ったりとかね、こういう風にやったりとか、あとこうね伸ばしてやって、で机からこうやって挟んでやってね、あの点釣りしてやるみたいな、まあもうちょっとこれが手付けこんな薄くないからねあれなんですけど、まあそういうようなね点釣りシステムにしたりとか、腰グッと伸ばしてやって、でここの三脚穴からその点釣りシステムを作ってやるみたいな、そういう感じもねできるかなと思うんですよ。相当ねあの硬いんで、うん、耐久力はありそう。これ上のやつをね iPhone とかにして、あ上のやつっていうかね、ちょっと iPhone に変えて動画を撮るのもね、でちょっとこれで一回実際にね一眼乗っけて試してみましょうかね。はい、仮でねちょっとアルカスイスのあの、この止めるやつね
あのクイックシューとか止められるやつをちょっと先っぽにつけてみました、はい、これでこれをね実際につけてみて一眼をつけてねどのくらい耐えられるのかっていう。ああでもここまでね重いとこれだとこのあでもここまでこれだったら大丈夫全然持つな、うん、こんな感じだったら全然いけそうな感じがしますね。あんまり長すぎるこれ以上長いとさすがにニューッと倒れてきてしまうけどこの3つ分ぐらいだったら全然耐えられそうな感じがしますね。あこれだったら使いやすいかもしれない。これでねちょっとこれ一回外すけどこういう形にしてでこれをねこっちを三脚例えばはい、まあ、三脚はね結構いろいろあるんですよ。まあこれマンフロットの三脚ですけどマンフロットの三脚でねでこっからこういうふうにね先っぽにつけてちょっとねあここが耐えきれない。こっちが耐えきれないな。ちょっとこの三脚だとここの耐荷重が足りないっぽいんでちょっと手で支えますけど、まあ、こんな感じでねやればこれで点釣り作れますね、うん、結構手軽に点釣り作れるんでこれはこれでいいかもしれないですね、うん、ただからさっきも言いましたけどここのところのね耐荷重がしっかり取れるやつ、うん、じゃないとこの三脚っていうかこの一眼が重いからねどうしてもヨーンって垂れてきちゃう感じはしますけど、まあ、そうじゃなかったら全然良さそうですね、うん、これは結構いいかもしれないな。で三脚乗せなくてもこいつをねこいつ自体をこうやって開いてねこういう風にしてミニ三脚にするという感じにもできるんで、うん、まあいろいろと使い道あるかもしれないですね。まあ絶対必要かって言われるとうーんっていう感じだけど、まあ、意外とね使えるかもしれない。ただちょっとねここはねグラグラするんで怖いには怖いですね。三脚ではないっていうのだけはねちょっとちゃんと意識しておかないとこういう風に立ててもう全く動かないこういう机とかだったらいいかもしれないけど出先のねテーブルもしかしたら怖いかもしれないこれだと、うん、足がねだいぶ不安定な感じ に思えてしまう、うん、そこそこ高さがあるからね上に、うん、なんでちょっとね今やっててぼわって思っちゃいましたね。こっちが壊れるのはどうだっていいんですよ。これね70ドルぐらいだったかな70だか80ドルぐらいだったんですけど、うん、こっちはね本体だけで30万でレンズが20万とかで50万ぐらいかかってるんでそう考えるとどっちを守るかって言ったら絶対こっちなんですけどね、うん、それだったら、まあ、ちゃんとしたねこれねこっち側のねこれだとこうやって開けば結構安定するんですよ。しっかりとしてるんでね。ね。うん、いや、こっちの方がいいな。うん、ミニ三脚だったらね。うん、まあでも、電釣りとかはちょっとこれ使っていこうかなと思います。ちょっとクイックシューとかそういうのは、いろいろとね、追加で買って、なんか、料理とかするときとかにも使えそうだなと。これの上とかにもね、ちょっと今ね、クイックシューのあれがないんで、つけるものはないんでね、ちょっと今、ここにパッとつけられるものはないんですけど、つけられないんですけど、これとかでも、
ここでねこういう風にしてやれば、今までね結構高い位置からじゃないとその点釣り動画とか撮れなかったんですけど、これだとねもっと寄った点釣り動画、詳細なね点釣り動画みたいなのもできるかなと思うんでいいかもしれないですね。はい、ということでまとめというかね、これを使ってみた感想なんですけど、買ってみてね、買って実際使ってみた感想なんですけど、まあ、意外とねこのここがね硬いので、まあ、耐荷重はありそうというところで、その点釣りとかねそういうのにそういうね点釣り撮影とかのシステムを作るのにはすごく便利そうだなっていう感じはしました。ただそのミニ三脚みたいな形で使おうって思うと安定がねちょっと足りないんで怖いなという感じはしましたね、うん、なのでまあ用途にねよるかなという感じですね。まあ結構重いので、うん、でちょっとね注意点としてはそのさっきね三脚にくっつけてね点釣りやってみましたけど、その三脚自体のね耐荷重、まあ、こうやって伸ばしてその上にね釣るってことは、まあ、もちろんねテコの原理みたいなのが働いてその三脚のね首にかかるその力っていうのがだいぶ上がっちゃうので、その三脚自体のね三脚の運台とか、なんかそういうのにかの耐荷重みたいなのはしっかり調べといた方がいいかもしれないですね、うん、まあそれ以外はねまあ結構まあ僕個人としては、まあ、買ってよかったかもなっていう感じがしましたね、うん、いろいろとこれから撮影の幅とかが広がりそうですし、こういうやつのね上にもうちょいね高さが欲しいなとかいう時もねたまにあるんですよ。そういう時とかね、あと、まあ、カメラじゃなくてライトとかですね、今ここにライトつけてますけど、ライトとかの場所を微妙にずらしたいとかそういう時にもこういうのをね使ってやると、まあライトの方はねもちろんカメラよりも軽いんで、うん、使いやすいかなっていうふうにちょっと思いましたね、うん、なんでまあ、ただ80ドルでしょ80ドルって今いくらよってね、 1.5 倍ってことでしょってねなると、まあ正直ね高いなという感じがしましたね、うん、8000円だったら全然買いだと思うんですけど、うん、早くね1ドル100円時代に戻んないですかねはい、そんな感じで、まあ、このフレックスチルトマックスですね、概要欄の方にリンク貼っとくんで、ぜひ見てみてください。僕はね海外から買ったんですよ。海外の公式サイトから買って、いくらだったかな、ちょっと一回見てみようか、あ、69ドルでした。これがね69ドルで、それプラス送料がね15ドルぐらいということで、まあ、大体80ドルっていう感じの、ですね、値段ですね高っ送料もね高いですよね。でさらにね19ドルでフォンクリップって言って、こういうね iPhone とかのをこうやってクリップでね止めてこれにくっつけられるっていう、そういうねアタッチメントがあるんですよ。それとかもあるんで、iPhone をメインで撮影する人とかはそういうのもね買うのもいいんじゃないかなと思いました。はい、っていう感じでフレックスチルトマックスでした。バイ。